開されていたロラズムゾラ対艦ミサイルが予算の問題で中止となりました。今回はロラズムゾラ対艦ミサイルが白紙になった理由について詳細に調べていきたいと思います。日本も自前で装備を開発した方がコスト面からもいいのでは。中国や北朝鮮はたまた韓国の脅威がそこまで来ています。予算的には人に意識地対艦誘導弾を改良した方が安価だという結論に落ち着いて、改良版長距離ミサイルが完成を迎えようとしています。このミサイルを F2 戦闘機へ実装という話もあると噂されています。今回の主役であるロラズムゾラ対艦ミサイルについて話します。ロラズムは英語の正式名をロング・レンジ・アンチ・シップ・ミサイルといい、頭文字を取ってロラズムと呼ばれています。ロラズム AGM-158C はアメリカのロッキード・マーチン社が製造する亜音速の空対艦ミサイルです。ベースとなるジャスム、ジョイント・エアー・トゥ・サーファス・スタンド・オフ・ミサイル統合空対地スタンド・オフ・ミサイルを空対地型に改めた派生版ということになります。ただし正確に言うと、ジャスムの元射程距離約 370km を倍以上の約 925km にまで伸ばした改良型ジャスム ER 空対地ミサイルを、さらに空対艦用途に改良したものがロラズム AGM-158C と言えましょう。さてタイトルにもあるように、F-35J イーグル戦闘機へのロラズム AGM-158C 空対艦ミサイル統合が正式に中止との結論が出ました。発表は2021年8月初旬のことでした。ロラズム AGM-158C は開発国のアメリカでは、空軍の B-1B 爆撃機 IFA10 は地 EF スーパーホーネット F-35 ライトニング2等の戦闘機への搭載が進められています。しかし F-35 イーグルはその対象にはなっていません。また航空機だけではなく、アメリカ海軍や日本の海自の水上戦闘艦艇の主兵装といわれる MK41 垂直発射艦に設置して使用することも考えられているそうです。問題になったのは、常実のようにアメリカではロラズム AGM-158C を F-35 イーグルへの統合を進めていなかったのです。日本のみが所有している F-35J イーグルの一部に近代化改修を実施した約70機のズムシップ機への統合を考えていたことです。このため、日本側が想定していた F-35J イーグルの JMSIP 機への改修コストは、資産額は約3240億円でしたが、なんと2000億円以上も増額の約5500億円にも達してしまいました。このせいで、ロラズムが導入中止となったと推測されます。ロラズムの F-35J イーグル等への統合を省いた改修費用を調べると、安くなったはずなのに、それでも4000億円弱ということで、当初予定を2割以上もオーバーしています。一般家庭の家計なら、もっとしっかり精査して、詰めるところを探すところでしょうね。しかし日本はこの金額でも妥協しました。 ASSM AGM-158A 空対地ミサイルの調達は継続するということです。当初日本がロラズムゾラ対艦ミサイルの導入を計画していた理由ですが、やはり中国です。尖閣諸島を含む南西諸島へ中国海軍艦艇が断るたびに領海侵犯をしながら接近しているのはご存知の通りですが、この中国艦艇の接近を阻止することが、このミサイルを搭載しようとする理由でした。
この案が水に流れたので、大対策が必要になります。現在、日本では、代案として、国産の人に意識地対艦誘導弾、その改良型人に、意識地対艦誘導弾、改めの射程延伸を図った上で、現在活躍中の F2 戦闘機や開発中の次期戦闘機で使用する方向に進んでいくと見受けられます。この計画に関する費用を見てみると、2021年度から2025年度にかけて、約400億円の開発資金が投入される予定です。第1段階、第2段階に分けて、射程距離の大幅な延伸を図ることになっているそうです。予定通りに進行すれば、F-35J イーグルズムシップ機70機は、JASM、AGM-158A を実装することで、射程距離約 370km の空対地攻撃能力が備わることになるそうです。現行の F2 戦闘機や次期戦闘機について、人に意識地対艦誘導弾を改良することで、長射程を持つ空対艦攻撃能力が備わるものとなると期待されています。いずれにしても、敵の戦闘機の空対空ミサイルや、艦艇からの艦対空ミサイルが届かない、遠い距離から日本が攻撃できる能力を得ることが目的ですから、各種ミサイルの長射程化は、ますますスピードアップしていくと思われます。また、空自が調達している第5世代戦闘機の F-35 ライトニングに、には、最大有効射程約 500km とも囁かれている、ノルウェー製の JSM 巡航ミサイルの調達も、同時に進行中です。この JSM は、F-35 ライトニング2の最大のメリットである、ステルス性を損なわないよう、胴体内のウェポンウェイに収容可能な巡航ミサイルです。空対艦、空対地の両方に使用可能なミサイルですから、運用幅の広がりも期待できますね。ただし、JSM は、F-35 ライトニング2でも対応できる種類が少ないようです。ブロック4と呼ばれるアップグレード以降にしか対応不可能なので、2022年度予算から購入開始予定とは言われますが、実用化には早くても、2025年前後までは時間が必要ではないかと思われます。F-35J イーグルの改修と JASM の搭載、F2 戦闘機への人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の搭載など軍事力が強化されるようですが、実はこれらすべては今後着手されるものです。現在は何も形になってはいません。強く大きな希望が確かに見えてはいるのですが、今のところゴリム中というのが正しい状況でしょう。そう考えると、南西諸島の防衛には隙が生じるのではないかという不安を感じますよね。防衛網は未完成なのですから、この隙を埋めるために南西諸島の防衛対応策として陸自の地対艦地対空ミサイルの運用部隊が沖縄県の石垣島へ展開したのではないかと考えます。石垣島から尖閣諸島は沖縄本島よりはずっと距離が近いですからね。ただし、日本では政治的にこういった動きにことを唱える動きがあります。歴史的な背景を考えれば当然といえば、当然のことではないかと思いますが、空対地ミサイルが焦点になると思われます。というのは、このミサイルには敵基地攻撃能力を持つ兵器ということで、憲法に定める自衛隊の能力の枠を超えているという批判が相次いでいるのです。憲法第9条に抵触するのではないかという声は無視できないはずです。日本政府は、こうした批判の声をかわそうと考え、長距離巡航ミサイルを、スタンドオフミサイルだから、攻撃的な兵器には該当しないと、言葉を変えてごまかそうとするかのように、異論に対して、
まともに向き合おうとせず、逃げているようです。しかし、空対空や空対艦ミサイルなら、OK で、空対地ミサイルは攻撃的兵器だから、NG という主張は、JSM 巡航ミサイルのように、空対艦、空対地の両方に対応できる兵器が存在した時点で、とっくに破綻していると言っても良いでしょう。76年前の太平洋戦争で敗北した日本は、戦勝国アメリカの要望を受け入れ、警察予備隊、保安隊、そして自衛のための組織として自衛隊設立に至りました。その目的が自衛だから、軍隊ではないというのは、政治的なごまかしではないかと思わずにはいられません。自衛隊は、軍隊ではないという建前で、駆逐艦を護衛艦、兵科を職質、歩兵を普通科と言い換えるという、表現上の改定例は数多いのですが、単なる言葉の言い換えということは明らかです。意味に変わりはないんですよね。一時期、戦車は軍隊を連想させるからと、特車と呼ばれていたことがあったとか。戦の文字が、軍隊を連想させるというなら、戦闘機も良くないでしょうし、潜水艦の分類の一つである、攻撃型潜水艦という呼称も不適当すぎる言い方ということになりかねませんね。自衛隊は、国防は言うまでもなく、東日本大震災などの災害救援によって、人々と距離が近くなりました。我々が活躍しないことが平和であることという防衛官の方も言葉を聞いたことがありますが、そろそろ自衛隊の在り方を本質的な議論、ことによっては国民を含めたに挙げてしっかりと検討する時期に来ているのではないかと思っているところです。